今日はスポーツの日です。神戸市ではさまざまなスポーツが体験できるイベントが開かれました。神戸市灘区の王子公園で開かれたこのイベントは、スポーツの楽しさを知ってもらい、日頃の体づくりに生かしてもらおうと、市のスポーツ協会が企画したものです。今日は親子連れなどおよそ2000人が参加し、陸上競技のほかにモルックやボルダリングなど、合わせておよそ30の競技や種目を体験しました。また、北京オリンピック陸上女子5000メートルに出場した小野市出身の小林百合子さんが、誰でも参加できる体力測定を企画。バトンリレーでは大人も子どもも一緒になってトラックを駆け抜け、家族や友人との交流を深めていました。一緒に、何か走ったり運動したりする機会があるのはいいなというふうに思いました。楽しいし、お父さんみたいに早く走りたいなって。スポーツをすることでいろんな出会いが今日もですけれどもありましたので、そういう楽しさ、体を動かすだけじゃなくて、その出会いも含めての良さっていうのをぜひ体感してほしいなと思います。